はい、こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。はい、今日第2回目ですね。うさは第2回目です。知ってます、このタイトル。キューピーさん5分。いやいや、キューピー5はですけど真帆先生、何やったかなパラウサ日記。あ、パラウサ日記。そう、来るたんびにこう一応真帆先生、おっと、はいはい、乱入。はい、お名前は、渡辺陽子で2年生です。はい、はいはい。そして、自己紹介をどうぞ。はい、渡辺真帆です。2年生ですか？2年生じゃないです。37です、はいはい、もうおばちゃんです。年は言わなくていいですよ。27ということで大丈夫です。はい、7歳。はい、はいはい、今日も、うさで練習して、はい、終わって何ですかね、まあ、練習、まあ、試合前のね、12月8日のドゥマオのために頑張って練習してますね。はい、あこちゃんね、うん、今日はきつかったの？でも面白かった。面白かった。うん、先生の方がきつかった。よかった。はい。ここはね、宇佐市の四日市、恵比寿プラザかな。はい。はい、で毎週水曜日と土曜日が充実して、で木曜日と火曜日に空手をしてますので、もしお近くの方、大分の方で興味がある方がいたら、空手でも柔術でもいいので体験来てください。はい、はい、待ってます。はい、そして、今週の土曜日かな、はい、トスで合同練習ありますね。はい、でもちろんパラ中のトス、宇佐、中川がね集合をするんですけど、もちろん大会前でちょっと不安っていう人は調整がてら12月でも、12月2回大会があるからですね、はい、フルホースカップと、ドゥマウ九州で、だからぜひ参加してもらえるならいつでもいいです。で今回ね、山口からも参加者がいるんですよ。すごい、うん、だからね、柔道やってる子らしくて、もうちょっとよかったら宇佐においでって言ったら、いやもう鳥栖の合同練習参加したいっていう系すごい、うん、鳥栖の方が遠いんだけど、うん、なんか来てくれるみたいで、もう本当ありがとうございますって感じで、はい、ぜひぜひ佐賀の方とかね、鳥栖、うん、の方、まあ、福岡の方でも長崎からでも来れるかな、鳥栖インターやけん ね、場所的にはすごい、場所的には鳥栖なんで、鳥栖市民体育館であります。木山じゃなくて鳥栖市民体育館でありますので、めっちゃ広いのでキッズでも大人でも参加待ってますっていう感じかな。はい、お待ちしております。はい、まあ宇佐の話は、まあ、先週もやったんですけどね、まあ、1年経とうとして、うん、本当はまあ1月スタートだったんですけど、まあ、その前からぼちぼちはね来てたんですけどね、まさかのね、なんかな、道場がなくなるというね、すごいドタバタ劇で、1年のうちにね、いきなり引っ越しってね、そう、うん、もうこ、うん、な、1週間後、2週間後にもう壊すとかね、はい、ビル壊すとか言われて、ね、追い出されました。大引っ越しをして、そしたらまあ道路渡って目の前だったんですけど、もう恵比寿ビルが恵比寿プラザっていうところに変わっただけなんですけどね、はいはい、ここで練習しております。はい、冬は寒くて夏は暑いというまさに道場、はい、だけど狭いながらもね、楽しい我が家じゃないですけど頑張ってやってますので、まあぜひぜひ大分の充実を盛り上げるために、まあもちろん空手も盛り上げるために、はい、一度遊びに来てください。なんか真帆先生から何かありますか、インフォメーション。あ、思い出した、筋肉マン、はい、筋肉マン、これそう、勇様の筋肉マン道着ね、試合用がね、なかなかないんですけど、唯一この筋肉マンは OK なんですよ。何ぶっ込みよんの筋肉マンな、筋肉マンね、はい、筋肉マンね、応募待ってます。 ありがとうね、ちゃんと生徒応募待ってます、はいはい、これ何曜日だ水木金土日日曜日本当日曜日平日だからね、はい、お待ちしております。これかっこいいでしょ、はい、これ試合用に使います、筋肉マン道着、勇みで、もう筋肉マン道着はないのかな、そうん、だけどバッファローマンとか便器マンとかはまだありますので、今は確かにめっちゃ安くなってるはず。とあ と、スクラッチ道着というね、新しい軽い道着が新作として出て、明日ねもう一着注文を受けてるんで、明日俺取り行くんですよ。へ、まあ、もしよかったら言ってください。であ と、もうその前のやつ、前のやつの名前が出てこないが8000円で売ってますへー、うん、前の安くなってるんですね。安くなったんです、めっちゃ安くなったんですよ。だから半額ぐらいになってる。あ、すごい、見たい。だからそれ4色ね、紺、黒、青、白とありますので、もしよかったら福岡勇さんぜひ一着、はい、買ってください。お安くなっておりますということで、そう、はい、何、はい、今度は何、こんなにこれ書いて
平川井出先生は、ね、あー残念、井出先生が井出聖戦になった。逆だ。ありがとう、味がしゃミステーク。惜しい、漢字、漢字を使った。頑張った。やったけど、頑張ったけど、うん、証拠に出て頑張りました。はい、はい、じゃあ今日はあの宇佐から2回目の放送でした、キューピーと真帆先生とそしてアコちゃん、はい、アコちゃんでした。はい、じゃあまたまた ね、 またね、さよなら。もしよかったら土曜日待ってます。待ってます。鳥栖市民体育館です。はい、鳥栖待ってます。よいしょ。はい。